久保さん、いい言葉ですね、これね。はい、今回、ロスカットにしましょうか、ロスカット。ああ、まあ、たらればみたいなね。ああ、もうちょっとやってれば上がった。とかね。まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、与沢さんが言ってた、FX だったかな。なんか与沢さんが言ってたんですけど、まあ、損切り、ロスカットが一番大事ですよと。で、ロスカットは損切りできない人は FX やるな、みたいな言ってたんですけど、多分ね、いろんな手法あるんですけど、多分ロスカット、損切りが僕も一番大事だと思います。一番。これができなかったら、多分勝ち続ける、安定的に利益を上げ続けるっていうのは多分無理なんですよ。久保さんは、僕すいません、FX やってないんであれなんですけど、久保トレーダーに質問なんですけど、損切りロスカットができない人って FX で貸し続けることできます？不測の事態で、相場、どんなにすごい神、相場界の神って言われても、予測は 100% 予測はできないんですよ。で、不測の事態が起こった時に、そこに対してどうロスカット、損切りしていくのかっていうのが、その局面が非常に僕は大事なんじゃないかなと。もしそこのタイミングを失った場合、巨額な一括でバーンっていかれるっていうのを、いかれちゃいますから。うん。だからまあ、ロスカット、損切りっていうのが僕は非常にね、だから人生においてもロスカット、損切りっていうのは存在していて、人生もトレード、浮き沈みがあるわけじゃないですか。ずーっとね、人生いいことしかないっていうことはないわけです。だから相場と一緒です、人生も。浮き沈みあります。じゃあその時にどこで損切りするのか、どこでロスカットするのか、どう切り替えていくのか。多分これも、だから相場と人生っていうのは似てるんじゃないかなと思いますね。だから損切りができない、ロスカットができない、麻雀店を畳めなかった。多分今、久保さんは麻雀店ロスカットしましたね。おめでとうございます。では。